イーガン・ザ・ディバイン・プルーフで遊びましょう。何するゲーム？ハンバーガーを集めるアクションゲームです。神ゲーじゃん、やっていこう。昔々ハンバーガーが大好きなイーロンという少年がいました。冒険心に満ちた彼はいつもスリルを求めていました。彼の大胆なスタントと大胆不敵な態度は友人たちの間でよく知られていました。ある時、不思議なことにイーロンは美しい島にたどり着きました。そこは緑豊かな植物、透き通った水、古代の遺跡に囲まれていました。しかし彼の目を最も釘付けにしたのはハンバーガーってわけだね。左上の絵的に250個集めればいいんですね。移動はすっごく軽快だ。コントローラー推奨されていたので指してます。アクションは L1 が突進、 L2 がしゃがみ、空中では L2 はダイブになります。 R1 が回転、 R2 は何もなし。空中で R2 を押せば滑空です。できること多くて楽しいね。進みましょう。操作に慣れさせてよ。島の真ん中の遺跡よりも外から回収していくべきかな。好きな順番でいいかと。ハンバーガーってこんなにカリカリな音するものでしたっけ。外に置きっぱなしだから硬くなっちゃってるのかな。これ私がハンバーガー食べれるわけじゃないからあんまりテンション上がらないな。集めただけ買ってあげるよ。張り切っていこう。フィーにもご褒美欲しいです。何か考えておくよ。フィー、壁キックもあるんですね。壁に触れてる状態でジャンプするだけだから簡単だよ。ハンバーガーも一箇所に固まってるので集めるの簡単そうです。なかなかにマップは広そうだね。広そうですけど、ここまでで結構な数のハンバーガーが集まったので簡単そうです。島の中央は BGM が壮大でいいね。海の方は潮風の音を楽しめってことなんでしょうかね。ああいう柱の上に1個だけあるの見逃しそうで怖いな。想像以上にイーロン君が優秀すぎる。身体能力はユニちゃんよりも上かもですね。なんでユニ煽った。いっぱいある。250個集めるのに30分かからなそうですね。特別なハンバーガーとかないのかな。特別？お肉だけじゃなくて野菜も挟んでるやつとかさ。ストア説明と実績見た限りではそういうのはないですね。そっか、残念。こんなに何かありそうな船なのに何もないの？回すのも無理みたい。船の操縦技術はないみたいですね。うまいです。何が？海に触れるとスタート地点に戻されるので回避が上手でした。泳げないのかな。回収したハンバーガーはなくならないので問題はないかもです。食べて回収してるから減らないんだろうね。済んだ。大丈夫、頑張れ。はい、頑張ります。すごいです。これ壁キックと滑空で粘れるなら海に落ちることなくない。なかなか優秀な人間ですね。泳げるから私の方が優秀ではあるよね。ユニちゃんは食べませんよね。滑空ならできる、と思う。おう、ワクワクした。景色がいいですね。中央の島からじゃなくてここからいろんな場所へ行けそうだね。行ってみましょう。到着。すごいです。でもこれ下の方にあるハンバーガー無視しちゃってるから戻らないとだよね。あと半分で終わりますし、頑張りましょう。取った分だけハンバーガー買ってもらえるから250個で終わる気ないけど。250個以上あるんですかね。あると信じて頑張るよ。ここに来る正規ルートが謎。上からで正解だったんでしょうか。戻るのが面倒なだけなんだけど、どうなんだろうね。
ああいうギミックもあるんだ。当たるとスタート地点に戻されます。海と一緒だね。落ちないように気をつける。当たらないことにも注意してくださいね。直線移動してくる物体を避けるだけでしょ。ジャンプして浮くだけだし余裕。ここまでプレイしてなんで高さの目算も出せてないんですかね。いやほんとごめん。こういうことね。よくできました。それじゃ反対もだ。簡単ですね。うん、本当に操作性もいいし簡単。あんまり回転やダイブはしないんですね。ダイブも空中ダッシュも進みすぎて落ちちゃうし、回転はある意味が謎。回ると楽しいので謎ではないです。それはそう。周りはもういいかな。あとは島探索。20分くらいで終わりそうですね。サクッと気軽に遊べていいね。定価580円ですので、本物のハンバーガー買うより手頃なお値段なのでおすすめですね。どっちか買うならハンバーガーだけど、どっちも買えばいいんじゃない。遺跡を登っていくよ。自由度高くていいね。楽しいならそれで OK です。あ、看板あるんだ。迷わないようにしてくれてるのかな。どこへ向かわせる看板なんですかね。この看板、飛び降りろって言ってる。そこで周りを見ろって意味だと思います。柱が足場っぽいからこっちだね。上に登るべきだったんじゃないですかね。あとでそっちも行くよ。なんか気になるものも見えたし、こっち来て正解だったかも。何これ。全部集めた後のゴールじゃないですか。来るのが早かったか。島の遺跡はここから登るのが正規ルートっぽい。ハンバーガーありますし終わりですね。そうかな。さっき行ったばかりなので場所は覚えていますよね。覚えてるけどさ、ほら250個を超えるみたいだからさ、もうちょっと欲しい。さっきは降りちゃったけど頂上を見ておきたいね。もうクリア直前のプレイヤーが未だにバックジャンプ失敗するんですか。少しの失敗はイーロン君が何とかしてくれる良芸だよ。頂上も見れたのでゴールしましょう。あと1箇所だけ気になるところあるから、そこだけ行かせて。何もなかったけどさ、上には何かあるんじゃないかな。フィーと違って飛べませんよね。私もイーロン君も飛べないけど、類稀なる剣脚で登れるはず。うん、私よりすごい。自分で言うのはダメです。終わりましょうね。313個でギブアップ。いっぱいです。少し取り逃してもクリアできるのはいいね。イーロンはゲートをくぐりました。しかし実際には何が起こっていたのでしょうか。それは若き冒険家の単なる夢だったのでしょうか。それとも彼は神の試練を受けたのでしょうか。終わりだね。少し単調ではありましたが、 BGM とグラフィックのおかげで楽しかったですね。操作性もかなり良かったし、自由に動けるのも良かったよ。それじゃあ、あとはマスターがハンバーガー313個買ってくれればおしまい。持ちきれないからお店で食べようね。フィーには何してくれますか。3回なんでもお願い聞いてあげる。私もそれが、いや、どっちがいいんだろう。